本校では2018年1月31日の月食について述べる。月食の観測が可能な領域を示した地図。この月食は2018年に観測される最初の回帰月食で、日本で回帰月食が観測されるのは2015年4月4日以来である。最大食分は1.321。月食発生時、月から地球を見ると地球は 太平洋とその沿岸地域を向けている。そのため、シベリア、日本を含む東アジア、東南アジア、オセアニア、アラスカなど、主に太平洋沿岸地域で観測される。一方で、中東アジアやヨーロッパ西部では、日没後、アメリカや中南米では夜明け前に、部分月食が観測される。また、この海域月食は、月が通常よりも地球に接近し、 大きく見えるスーパームーン。一ヶ月の間に満月が2回起こるブルームーン。そして科学的な定義はないが、月食時に月の円から発せられる太陽光によってより赤道色に見えるブラッドムーンの3つの現象が同時に発生するスーパーブルーブラッドムーンと呼ばれる非常に稀な現象が観測される。しかし、ブルームーンという言葉は実際には 一ヶ月の間に満月が2回起こることではなく2分に1りで区切られた1季節の間に満月が4回ある時の3回目の満月を示す。そのため厳密にはこの月食がスーパーブルーブラッドムーンであるという表記は誤りである。なお、次にブルームーンと回帰月食が同時に発生するのは2037年1月31日である。 植栽大地の地球からの距離は 358,994km で地球からは通常よりも14%大きく見える。ありがとうございます。